自衛隊にはまるで SF のような兵器があるんだ。それがレールガンだぜ。レールガン？ちょっとマリサ、アニメとか小説の見すぎじゃないの？そんなものこの世にはないんだよ。これがな、ついに洋上射撃にも成功して SF の世界に一歩近づいているんだ。発表上射撃に成功ですって？これは気になるわね。ということで今回は世界初、自衛隊向けレールガン洋上射撃に成功をお送りするぜ。皆様の意見をコメントしてね。それでは皆さん最後までゆっくりしていってね。冒頭でも話したが、防衛装備庁は2023年10月17日火曜日、海上自衛隊と連携し、世界で初めて艦艇にレールガンを搭載して洋上射撃試験を実施したと発表したんだ。ふむふむ。これに先駆けて防衛装備庁は、公式 XQ Twitter で、艦艇に搭載したレールガンの洋上射撃試験の動画も公開。まだレールガンを搭載した艦艇に関しては明らかにしていないものの、日本だけでなく世界中が大注目しているんだぜ。動画を見たけどマジですごかったわ。すげえ。これが世界初レールガンの洋上試験か。ってなったもの。マジですごいよな。もはや SF そのものというか、この動画だけで映画が一本撮れそうだぜ。ほんとすごいものね。それで、レールガンってどんなものなんだっけ？アニメは見たことあるんだけどさ。それは違うレールガンだな。まあ似てなくもないが。レールガンは、電気エネルギーで弾丸を放つ砲のことで、電磁砲とも呼ばれているんだ。火薬を使う従来の砲よりも、弾丸の初速を大幅に向上させることが、可能で、弾丸が小さく、探知されにくい利点もあるんだぜ。なるほど、まさに超電磁砲なんだね。そんなレールガンの概念は古くからあって、さほど耳慣れない言葉というわけでもないんだな。SF なんかでも時々出てくるしね。もう少し簡単に言うと、レールガンは物体をローレンツ力で加速して打ち出す装置のことだ。ローレンツ？何言ってんだこいつ。つまりな、通常の砲は火薬で加速するんだけど、レールガンは電磁気力ローレンツ力で加速するんだぜ。まあ、それだけの話である。そうなんだね。私はてっきりミコトちゃんの話かと思ってたわ。そして、構造的には2本のレール電極棒の間に弾丸となる。導電物質金属片を置き、レールに通電することでレールの周囲に電荷が発生。弾丸にフレミングの法則に基づいてローレンツ力が作用して、加速することになるんだな。防衛装備庁も説明図を出しているからそちらも参考にしてほしいんだが、日本の場合は弾丸は金属片に限らないでいいようだし、加速されるのは電気紙で、電気紙が弾丸を押し出す方式を採用しているようだぜ。なるほどなるほど。実に単純な構造である、わね。さて、構造が単純なので、各国で開発が検討され、実際に開発を行ったのが、知られる限りはアメリカと C 国なんだ。ふむふむ。だが、アメリカはダメだこれとサジを投げてしまったようで、レールガンは役立たずとまで言っているとかいないとか。どっちなのよ。少なくとも米国ですでに失敗作の烙印を押されているようだな。2016年のニュースでも、米軍による対中軍事戦略、いわゆる第3の総裁オフセット戦略、つまり、新技術に基づく新たな作戦構想と戦力によって、相手の優位性を無効化する戦略において、今後レーザー兵器や 3D プリンターなどとともに、主要な役割を果たす兵器の、一つとされるのがレールガンである、と言われてはいたんだ。そして、レールガンが火薬ではなく電磁誘導で金属弾頭を加速し、打ち出す兵器であり、従来の火薬式の砲塔に比べて威力コストともに抜群の効果を発揮するとされてきたんだぜ。なら何も文句ないじゃないのよ。だがな当時米国の報道では当初、レールガンこそが、我々が本当に欲している兵器だと思っていた。しかし試験を進めていく中で、在来の砲塔で発射可能な、超高速発射弾 HVP でも、開発や試験を行わずに同様の効果が得られることが判明した。次期政権にはどちらも選択肢とするように提案したいと言っていて、かなり頑張って、開発していたのだが、開発を続けるメリットなしという烙印を押してしまったようなんだぜ。これも動画を見たんだけど、ここまで出来上がってたのに、と言いたくなるほど完成度高かったのよね。ああ、記事で出てくる、HVP ハイパーベロシティプロジェクテルだが、超高速弾と呼ばれるラムジェット推進型の弾体を用いるタイプが有力のようで、これまで使ってきた兵器で使用ができるところがポイントが高いし、空力設計により、弾体の形状を工夫して高速に弾体を射出できるところもメリットなんだぜ。そして、アメリカがレールガン開発よりも HVP 開発に注力するということは、HVP の方が、実現が早くレールガンは開発メリットが薄いと判断されたというわけでもあるんだぜ。そうなんだね。形になって、弾体発射試験にも成功しているのに、何が気に入らないのかしらね。
なお、先ほども話したように C 国もレールガンの開発に成功したと報道しているんだ。米 CNBC テレビは2019年1月30日、C 国が火薬を使わずに電磁エネルギーで砲弾を超高速で発射する、艦船搭載型のレールガンの発射試験を今月実施し、2025年までに実戦配備できる見通しとなったと伝えているからな。ただ、C 国の場合は、開発に成功したと喧伝されても実際にどうなっているのか不明なことが多いので、実際にお披露目されてからしか情報の確実性を確認できないぜ。でもさ、この報道が本当だったとしたら、日本の世界初は嘘だってことになるんじゃ？確かにそうだが、C 国より日本の技術力が遅れてるということはないだろう。そう思いたいわね。それでレールガンってどれくらい開発するメリットがあるの？メリットは多いがデメリットも大きいんだぜ。そもそもアメリカが開発中止をしてしまい、C 国の開発に関しても、疑問視する声が大きい理由は、レールガンのその構造に起因するんだ。どういうこと？レールガンは、これまでの兵器では対処が難しい極超音速誘導弾などに対する防空や、艦艇や地上目標に対して回避が困難な打撃手段として使われる見通しであり、まずは小口径のレールガンでデータを取得した後、中口径レールガンの開発が想定されているんだな。ふむふむ。だがな、日本は乗り気になっているようだけど、レールガン運用にあたっては極めて大きな問題が残っているんだぜ。だからそれを早く教えなさいよ。まずはメリットの方からだが、想定されるメリットは、超音速で弾丸を発射できるために破壊力が期待できる、電気のエネルギーで加速できるために、弾丸初速を任意に変えられる、火薬を用いる必要がないので、安全に運用できる、火薬を用いないので弾丸のコストが下げられる、誘導弾に比べて弾丸サイズを小さくでき、探知されにくくなる、弾丸サイズが小さくなり高速で飛翔するので、迎撃されにくい、といった感じでレールガンを用いる上でのメリットは結構多く、運用可能となれば、強力な武器となるだろうことは容易に想像ができるんだぜ。なんだ、ただの最強兵器か。だが、大きなデメリットがあるんだぜ。想定されるデメリットは、一発の弾丸を発射するたびに大電力を必要とする、レールと弾丸または電気紙が、常に接触していなければならず、摩擦が発生するために、接触による損耗を考慮する必要がある。損耗があるために連射が困難というものだぜ。あれ？デメリットの方が全然少ないじゃないのよ。これがな、デメリットは少ないように見えて、一つ一つの問題が大きいんだな。そうなの？むしろこのデメリットを受け入れて開発するほど、レールガンのメリットは大きくないんだぜ。それじゃ日本でレールガンを開発するのはあまり意味がないってわけ？まあ、SF 作品でおなじみの兵器だが、防衛装備庁はすでに研究用の試作レールガンを製造しているんだぜ。デメリットの方が大きいのに開発進めちゃって大丈夫かしら？2022年12月に公開された防衛力整備計画では、今後もレールガンに関する研究を継続することが明記され、来年度予算の概算要求にも研究費として238億円が計上されているんだ。そんなレールガンは、これまでの兵器では対処が難しい極超音速誘導弾などに対する防空や、艦艇や地上目標に対して回避が困難な打撃手段として使われる見通しで、小口径のレールガンでデータを取得しながらその能力を実証していき、ある程度データが溜まった時点で海外からの技術提供も視野に入れて、中口径レールガンの開発をしていくことが想定されているんだぜ。できればアメリカの技術が欲しいところよね。同盟国だしワンチャンあるかな。でも、これだけデメリットがあると、やっぱりやめましたっていう可能性もあるし。確かにな。このまま日本がレールガン開発に突き進むかどうかは、かなり微妙な感じだぜ。これらのニュースに対して、様々なコメントが届いているから一部紹介していくぜ。お願いね。日本でまだ開発していたとは驚きですね。低コストで飽和攻撃にも対処できますし、単純に砲弾の価格を比べると、ミサイルよりはるかに安いので抑止力にもなりうるのが、メリットかな。あとは電気代がいくらかかるかですが、早く実用化してほしいです。ロータリーエンジンを実用化した日本だしね、レールガンもこのまま研究すれば、実用化も、夢物語ではないかも。ミサイルを日本海に捨てまくる北のような国もいるし、対抗できるものは、準備しておかないと。抑止力にもなるし、実用化のめどがついてくれればいいな。現在実験中のものは40ミリ機関砲クラスのもので、近距離の防空火器といったところか。これを高い高度まで飛ばしたり、大口径の長距離砲にしようとすると莫大な電力が必要になる。これが最大の障壁で、155ミリクラスの砲弾だと撃つだけでイージス艦の半分の電力を使ってしまう。
原子力艦でもないと十分な電力が賄えないのが実態だね。アメリカは開発断念したのに、日本の場合は技術革新があればすごい兵器に化けるかもしれないと地道な開発を続けていて、まずは機関砲クラスで実用化。将来どっちの決断が吉と出るか。素晴らしい。最近日本について落ち込むようなニュースが多かったし、開発に四苦八苦してた頃から注目してたから、すごく嬉しいニュースだと感じました。アメリカも断念したレールガン、日本ならできると信じてました。まだまだやることは多いけど、一番の問題は電気なので、高性能なバッテリーと高出力な発電機、原子炉ももちろん含めきっと成し遂げると信じています。それなんだが、撃てることは撃てるだろうが、最大の問題はやはり電力供給。統合電気推進の普及等に伴い、艦全体の発電能力こそ増えているものの、推進システムや C4ISR 向けの電力消費を無視できない中、システムフル稼働時にレールガンへ振り向けるだけの余剰電力をどれだけ確保できるか。パワーキャパシタを併用するにしても、連射能力は限定的となるのではあるまいか。発射初速が従来の火薬式と比べ数倍高い関係上、冷却面を工夫しても方針命数の縮小は避けがたいよね。なので方針の製造コストや交換の手間も無視できないだろうし、ここまではすでに米海軍や C 国海軍も実施済み。米海軍は方向初速 2500m/s 程度の試作法において摩耗の激しい方針寿命の問題をクリアできずに開発から事実上撤退している。防衛省ではその後も継続して研究を続けているということは、米がぶち当たった壁をクリアできる何かを有しているのだろうと思いたいと。日本のレールガン開発に喜びの声がある中、本当に開発できるか怪しいという声もあるようだぜ。正直 C 国はどうでもいいけど、アメリカが開発できなかったのに日本がやれるのかなって思っちゃうのよね。もちろん日本の技術力が世界トップレベルなのはわかっているんだけども、確かに日本には電力問題や資金の問題などいろいろあると思うな。やるからには徹底的にやってほしいけどね。そうなるとお金と環境、法整備も必要だろうし、それに専守防衛という鎖も断ち切らなければいけないぜ。やっぱり課題山積みじゃないか。でもこうしている間にも C 国や北は力をつけてきているのよね。奇跡を待つより捨て身の努力よ。これからも自衛隊から目が離せないぜ。本日のお話はここまでだぜ。よかったらチャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。